ライアン・レイ・フランクリンはアメリカ合衆国アーカンソー州フォートスミス出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。1992年にドラフト23巡目でシアトル・マリナーズから指名され、1993年5月21日に契約。1999年5月15日にメジャーデビュー。同年、リリーフで6試合に登板。 2000年はメジャーでプレーすることはなかったが、シドニーオリンピックに野球アメリカが州国代表として出場し、金メダルを獲得した。フランクリンは4試合に登板し、3勝を記録。2003年、先発投手として32試合に登板。11勝を挙げたが、リーグワーストの34比本塁打を記録。2004年も、 先発投手として32試合に登板したが、6月23日から9月10日にかけて11連敗。リーグワースト2位の16敗でシーズンを終え、2005年はリーグワースト4位の15敗。禁止薬物に陽性反応を示したため、2005年8月2日に MLB 機構が10日間の出場停止処分を発表した。フェリックス・ヘルナンデスの対等に伴い、 先発投手を一人減らすことになった際、フランクリンかギルメッシュにするかで検討されたが、結局フランクリンが解雇された。2006年1月13日にフィラデルフィア・フィリーズへ FA 移籍。2006年8月7日、トレードで新品機レッツへ移籍。同年、フィリーズとレッツでリリーフとして66試合に登板。 シーズン終了後の2007年1月22日、セントルイスカージナルスへ移籍。リリーフに転向して以降、Go, a ーが一を上回るようになり、ゴロで打ち取ることが多くなった。2007年7月5日、2年契約で契約延長。2008年5月16日、カージナルスのクローザーのジェイソン・イズリングハウゼンの故障者リスト入りに伴い、 フランクリンがクローザーを務めることに、同年チーム最多の十七セーブを記録。二千九年はクローザーとして開幕を迎え、開幕から十三試合連続無失点を達成。四六八月は防御率零点零零を記録し、前半戦は防御率零点七九ホイップ零点七九二十二セーブ機会で失敗一の成績を収め、オールスターに、 初めて選出された。後半戦は防御率3.33、ホイップ1.70、セーブ失敗4と調子を落としたが、スライダーに変わりカッターを投じるようになって、基本類打率は例年から激減した。2010年は7月6日のコロラドロッキーズ戦で1、3回で6失点を喫したこともあり、防御率は前年より悪化したが、 リーグ2位のセーブ成功率93.1%とリーグ9位のホイップ1.03を記録。リリーフ投手中リーグ4位の予支給率1.38と支球を減らし、終盤にはナックルボールを投げるようになった。2011年は21試合の登板で、基本類打率2.93と基本類打が多く、防御率8.46、ホイップ1.84と低迷。 6月29日に解雇された。11月19日、引退を表明した。2005年8月2日に、アナボリックステイロイドに陽性反応を示し、10日間の出場停止処分を受けた。フランクリン本人によると5月のドーピング検査で陽性反応が出ていたが、その3週間後に再検査を受けた時の結果は陰性だったという。そのため検査に欠陥があるか。 誰か他の人の尿が一緒に混ざってしまったと主張している。2年後の2007年12月13日に発表されたミッチェル報告書によると、カークラ・ドムスキーは2004年にロンビーローンからフランクリンを紹介されたと主張している。ビローンは筋力を向上させるためにフランクリンに提供してほしいと言ってきたので、言う通りにデカデュラボリンとアナバーを提供した。 この主張に関する情報を提供し、応答の機会を与えるために、ジョージ・ジェイ・ミッチェルが面会を要求したが、フランクリンはこれを拒否した。ありがとうございます。